けないぞ。オグリキャップだ、よろしく頼む。オグリキャップだ、よろしく頼む。注目の2番人気、1番行ってくる。晴れ渡る空のもスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは2番丹羽早秀、16番期待通りの結果を出せるか。1番人気ウィニングチケット、2番会長に飛ばしていきます。さあ花に立てるのは2番、このままリードすることができるか。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭は2番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は岩早秀、外を回って3番内オグリキャップ、11番追走、外目をついて16番、そしてその外18番、その後3用マシン開いてウイニングチケット、1マシンさ5番、外目をついて13番、4番、並びかけてきた7番、追走内の方から8番、それを見るように9番、1マシンさ10番、成田大臣並んできた5本、2番手に14番、17番、最後方からのレースになりました。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。2番まだリードをキープしています。続きました岩早秀、11番、3番手4番手にはオグリキャップ、外から外から3番高田区、16番、あとは18番、1馬身差ウィニングチケット、そしてその後ろから行くのは5番、13番、並んでくる。さらに外9番、そして内目を突き出しては7番、8番、追走、さらに4番、少し離れて成田大臣、1馬身差10番、残り 1000m を通過、そして14番、17番、最後方が岩早秀、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大手焼きを越え4コーナーへ、勝負は最後の直線に持ち越された。オグリキャップここで抜け出した。オグリキャップ花を進む、まだ差がある。ここから先頭を捉える人は出てくるのか。ウィニングチケット